こんばんは、リック学会です。今日は、先日設置した幼魚飼育用の飼育ケースで、成長した幼魚たちをどうするかというお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でずずずっとだいぶハイスピードで寄ったんですが、プラチナのエンドリケリー5センチぐらいできたのが今だいたい 7.5 センチぐらいまで、成長しました。で、赤ひでしかもう食べないんですね。これ200匹この間追加して多分200弱ぐらいは入ってると思うんですけど、まあ、100で1週間持つか持たないかってところで、この飼育ケースだったら200入れてもこんな感じなんで、まあ大丈夫かなというところです。で、まあこいつも大きくなったらね、次どうするかっていう話になるんですけど、で問題は今までいた赤メラ、プラリー、オスカーの3匹がこちらと、まあ、ちょっと遠目にも見えてたと思うんですが、セパレーターで、区切ってですね、幼魚飼育スペースとしてある程度の大きさになったと思ってるんで、こちらに移しました。だからまああとこの中で30センチくらいになるまではまあこちらかなと、まあ20センチでもいいと思うんですけどね、思ってます。でじゃあその大きさはどれくらいかというところで一応スケール当ててみますと、だいたい40センチですね。まあこれギリギリまで寄せても40センチなんで、これ以上ちょっと調整のしようもあまりないというのが本音なんですが、奥行きが75センチありますんで、75×40 の水槽に、例えば飼育していると思えばまあそんなもんじゃないかなと。60センチ水槽規格よりはだいぶ大きいサイズになりますんでね、まあ30センチぐらいまでだったら、十分成長してくれると思ってます。で残りのスペースは1500の水槽になるんで、当然1500から400引いて1100というようなスペースに、今までね1500の中で、飼育された魚が収まっていると、まあ、ちょっと狭いのは狭いですよね。であとこのセパレーターなんですけど、基本キスゴムで左右を押さえていると。で足元には、重しじゃないけどね、こういった固定器具があってと。で穴は下だけ開いてて、あと上まで、穴が入ってない状態で、この水槽用の水中蛍光灯の部分が切り替えたアクリルの、板という形です。これは貫徹さんの水槽を購入するときにセパレーターも合わせて注文してますので、おそらく貫徹さんで作ってくれたんじゃないかなと、思ってます。どこ製かまでは、確認は、してないですね。まあ、という形で、幼魚の飼育の飼育ケースの次第2弾ということで、セパレーターを設置してみましたというところですね。でこれでしばらく様子を見ていくという形になります。当然あのプラチナのエンドエケリーも大きくなったらそちらに移動させます。でまあ今ね見てもらってんと思った人もいるかもしれないですけど、餌が入ってないんですよ、向こうのね幼魚用のスペースに。なので大量にまた注文しました。とはいえメダカは200匹でも一瞬で終わってしまうんで、今度はまた違うのを入れてみたいと、思ってます。でまたね、錦鯉とのアロワナの公演についてもいろいろご質問いただいたり話題が出たりしたことがあったんで、そういったところも今後ね動画で作っていけたらいいんじゃないかなと思ってますんで、よかったら次回もまたご視聴よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。それでは失礼いたします。